どうも、シャーペンです。今回は、去年の今頃投稿しましたこちらですね。はい。絶望クエストランキングという動画でして、19年に登場したクエストの中でもう難しすぎて絶望しちゃうようなクエストを、絶望クエストと題してランキングをつけたという動画ですね。で、これ結構ありがたいこと好評でして、今年もやろうと思っていたんですけども、まあ今まとめていて、これトップ5の動画なんですけども、そのトップ5中4つが、長距離曲となっておりまして、でこれ下手したら12月2週目入ったら長距離曲ランキングになっちゃうんですよね。なんでそれはちょっと避けたいんで、もう殿堂入りさせちゃおうと。長距離曲は、まあ、それぐらい他のクエストと別格なんで、1位より上っていうものにして、長距離曲はこの動画で一旦長距離曲ランキングをまとめようということですね。まあ、そんなわけで、この動画では現在登場している新長距離曲ですね。もうオリジナル長距離曲とかいろんな言い方ありますけども、まあ、新シリーズの5体、いろいろな観点から求められるショットの精度やら、鉄製の狭さ、まあ、鉄製も全部狭いんですけども、あとはクエストにかかる準備とか、まあ、ほんといろいろもろもろ加味して、順位をつけていこうというものですね。で、これは降臨当時の難易度で考えていきます。で、そして、一番大事なのは、あくまで個人的意見ですので、まあ、当時の様子とかも調べるんで、まあ、後編に行こうと思っていますけども、僕の主観が入ってしまう恐れがありますので、その辺はまあ、本当にエンターテインメントとしてよろしくお願いします。まあ、どんどんコメントなんか皆さんの意見も関係ですので、まあ、一緒に語り合っていきましょう。というわけでいきます。5位。新花崗豚。まあ、ほんとつい最近購入したばっかりなんで記憶に新しいですけども、まあ、このクエストはやっぱコンセプトが面白いですね。まずまあ、呂布を倒すとダイハートが出現するというものでして、まあ、このダイハートを2ターン育てて金ハートにするってのが大事となっております。で、まあ、これ理由としてはこれが唯一の回復手段でして、マップ移動時回復もないですし、ハートも湧かない。で、ヒーリングゴールのような回復要素もないんで、これだけなんですよ。で、その回復するのと、あと呂布を倒すと毒打ってくるんですよね。ドクロで。で、それが治らないんで、まあ、金ハートにして毒を治す必要があると。だからハートを取らない立ち回りってのが重要ですし、あともう一個が、このボスと HP を共有しているかつ、まあ、友情コンボしかほぼ入んない、これでっかいお化けがいるんですよね。で、これによって高い友情コンボの威力を誇ってるグリッターボールを持っているイデアの編成が必須となっておりまして、で、これ一面からいるんで、だから一面からもうイデア必要だよって言ってくれてるんですよね。間接的に。だからもうこれで門前払いっていう方も多かったと思います。で、鉄製キャラに関しては完全にコンセプトと一致している、まあ、さっきのグリッターボールとか、あとアイテムを SS 開始できるんで、まあ、そのイデアと、連撃キラー EL 浮かせる場面が多く、しかもドレインで回復もできる。まあ、回復手段が増えますからね。まあ、それで HP 管理がしやすい部族というのが2強となっておりました。あと、入れないフィンとかですかね。で、面ごとに見るとやっぱ難しいのは2面となっておりまして、まあ、まず呂布とお化けにハマってハートを出す。まあ、これ一旦処理しないと結構厳しいですね。なんか方向転換とか打ってきますし。で、ハート出たら2ターンハートを取らずに立ち回って金ハートにして HP 回復と毒を回復する。で、そしたらこの曹操の削り入るんですけども、属性倍数が乗らないと。なんで削りがかなり厳しいですね。だから剣アップザクを殴ってトンネル入ったり、ゲージを外したりしてしっかり殴っていかないと、まあ、削り切ることは難しいですね。で、ここで強いのが不足点なんですよ。連撃キラー EL なんで、まあ、この曹操と壁の間が近い、イコールカンカンしやすいんで、まあ、火力はかなり出る。で、しかもドレイン回復できるんで、まあ、かなりここは救世主でしたね。で、長距離曲おなじみ、ラスグではもちろん総復讐となっておりまして、呂布とお化けの間にハマってハートを出す、2ターンハートを育てる、で、でっかいお化けがいるんで、これにグリッターボールを当てる。で、これを処理すると、花崗豚の透明化が治るんで、あとは、剣アップザクを殴ってから、まあ、トンネルとかを利用して、上にはまると勝ちとなります。まあ、結構この辺の削りは絶望感なかったですけども、やっぱこのグリッターボールですね。このお化けがちょっとね、厄介でしたね。狙えないんでね、なんか。まあ、この剣アップザクを使ったらね、うまくいけそうですけども、結構神頼みって手もありましたね。ただこのクエストはやっぱ毒我慢が優秀でして、まあ、これをつけると、まあ、呂布の毒のダメージを大幅に軽減できるんで、その辺の HP 管理がしやすくなりますね。で、あと遊撃もイデアにつけると、グリッターボールの威力上がって、お化け倒しやすくなるんで、まあ、他の長級と有利な身が違うってのも面白いなと思いましたね。まあ、でも本当にイデアのために作らんというクエストだなと思いまして、まあ、これすごいですよね。まあ、この後どんどんありますけども、そのキャラクター活躍させるぞっていう気持ちわかりますし、まあ、理不尽感もなんかハートを入れ番取っちゃうぐらいだったんで、まあ、それ以外はいいクエストだなと思いましたね。で、違う点としてやっぱり他の新長距離曲は火ダメが高いんですけども、やっぱこのクエスト回復手段がハートだけなんで、いや、それを考えられてやっぱ敵の攻撃優しかったですね。で、怖い毒も毒我慢で軽減できるんで、まあ、長距離の中だったら結構楽な方だなと思いましたね。まあ、なんかやることもね、結構テレポトンネルとかあって分かりやすかったですし、まあ、結構クリア報告も早めから見られたんで、まあ、これは難しいですけどね、5位って言っても長距離なんで、この位置づけにしました。4位。新イシス。まあ、異端児ですよ。まあ、その理由は鉄製キャラクターにありまして。まあ、他の4クエストは豪絶キャラクターが最適を勝ち取ったんですけども、まあ、このクエストはガチャゲンが最適性。
アザトスゼフォンですね。でも一応エクスカリバーもいけてまして、まあ、その辺だったんですけども、まあ違うじゃないですか、もう毛色が。でも自軍降臨キャラクターでの攻略は初日だったもうほぼいなかったですね。トップクラスで難しい、今でも。まあでクエスト自体は分かりやすかったですね。セットは反射で処理をして、もうネフティスは貫通処理するよって感じで、まあそれを味方に触れると月収が変化するギミックを利用して、まあ、同時処理を行っていくというものですね。まあ、レズバリとかもあるんで、ペアの理解しやすいですし。で、中ボスとかボス戦は弱点移動もありまして、雑魚処理をしてボス一体にしないと削りができないっていう。だから素早く処理したいですね。でこのケースやっぱ厄介なのは瀬戸が貫通制限なんですよね。これがね、割と厳しいもんで、月収変化しちゃって、カーンって音は何回も聞きましたし、ボス2に関してはもうイシスより瀬戸の方が嫌でしたね。復活しますし、まあ、瀬戸がボスのところもある。で、ラスゲーム大集合して最終局面では4体で弱点移動していきまして、まあ、ここも処理していかないと、まあ、ボスの削りに入れない。で、なおかつ復活のペースもかなり早いんで、もうテキパキやっていく必要があると。ただやっぱりガチャゲンなんで、キャラパワーに関しては豪絶より、まあ、相当上回ってるわけなんですよ。まあ、ゼフォンの高スピードと加速友情で雑魚処理しやすかったですし。で、アザトースは火力ですね。底力言える。まあ、長距離でヒラメも多いんで、おのずと発動しますし、発動していたらもうラスゲーも横間で吹っ飛ばしてた気がしますね。弱点オフで。で、しかもこの二人相性いいですからね。爆発で誘発して加速したり、状態上回復で友情ロックも回復できるんで、まあ、この2体いたら相当クリア楽でしたね。なので本当まあこれまでになかった、まあ、この時はまだ2回でしたけども、結局ガチャゲン最適はこれだけでしたからね。だから鉄製持っていたらまあ長距離なかったら簡単な部類ですけども、持っていなかったらもう挑戦権すらなかったっていうものなんで、難易度的には加工塔と並ぶかなと思ったんですけど、その辺から、ワンランクアップしました。一応その長距離局って作成者さん全員一緒なんですけれども、まあこの時は何が起こったんだろうなと思いましたね。3位、新アマテラス。まあこっから長距離が始まったんですけど、やっぱ最初ってのもあって、まあ、ギミック判明で怪しまれてはいましたけれども、そもそも当時豪絶キャラクターが最適を取るってのは分かってなかったんで、まずそのパラドックスを複数体作ってなかったっていう方いたと思うんですよね。で、それでまあクリア者ってのは少なくなってると思いますし、一応作っておいた人が勝ち組だったと。でもガチゲンだったらノストラが強かったですね。まあ貫通制限いましたけれども、やっぱ超枚水がこのクエスト優秀なものでして、まあ流れとしましてはこの鳥が地雷を持ってないと処理ができない。で、しかもラウドラバリアまとってるんで、一回殴ってから地雷を持って殴る必要があるんですよね。これがノストラしやすいんですよ。で、その厳しい仕様なのに即死がめちゃくちゃ早いっていう。2ターンとかもいますからね。これが結構難易度を上げてる要因。でも長距離おなじみの片スリーを中ボスですね。で、このイザナギに関しては硬いだけじゃなくて、ヒヨコビーム打ってきたり、で、さっきの即死が早い鳥を呼び出したりっていう、まあ厄介な人になってますね。で、ボスの削りに関しては一回アマテラスを殴ってバリアは剥いで、で、地雷を拾って弱点殴るっていう、まあ、まあいろいろありまして、まあトンネルを利用する場面もあって、こことラスゲか。まあこの角度が見えないと全くダメージ出ないですね。まあこのラスゲね、この家族大集合したやつ見た時はマジ初見は血の気引きましたね。で、これも全員処理ってのも大変なんですけども、このアマテラスの削りに関しても、また難しくてですね、まあ、弱点固定なんで運絡まないですし、完全に本当に PS が求められてるなと。思いました。まあ、このアマテラスでこのシリーズの長期やばいんだなっていうのを知り渡りまして。でもこのクエストやっぱ難しいだけじゃなくて、パラドックスを活躍させるためのギミックでキャラゲーを排除してるっていうのはやっぱ完成度高いなと思って、まあ、そこからまたね、流れは続きましたし、一個を除いて。で、やっぱアマテラスの削りは結構難しい、慣れ必要ですし、人によっちゃ全然見えないんで、まあ、3位とさせていただきました。ただアマテラスに関しては僕の言葉じゃもう薄っぺらいと思うんで、これは公式の動画見てください。おすすめです。作成者さんが解説してるんで、概要欄貼っておきます。そして2位、新シバ。結局なんで光より先来たんですかね、理由分かんなかったんですけども、まあ、シバでして、まあ、これがイシスの後の新長距離局だったんで、不安だったわけなんですよ。またガチャゲンがハマるんではないか、方向性変わってしまったんではないかと思ってたんですけども、まあ、これラウドラ再鉄製でホッとしましたね。ただそのホッとしたのも使うのはこのギミック。ギミック見た時一番長距離の中で僕は絶望しましたね。詰め子満点なーっていう。で、蓋を開けてみるとそのまま難しいと。まあもう、シバは全部難しいですね。全面休憩ない。やっぱ一面から友情コンボしか入んないアグに登場しますし、で、これ複数で処理しないともう負けなんで、ステージ1から初見殺し多いっすね。で、これラウドラの友情コンボもね、当たんないんですよね、うまくボールムービングバレット。で、ここを抜けて2捨ては、もうこのカーマ大量出現っすね。でも1体ごとに痛い反射率が打ってくるんで、まあ、これは完全処理しないといけないと。で、減速すればセフォル攻撃アップするんで、まあ、最後の一撃はワンパンできるんですよね。ただまあその道中でもね、ちょっと敵に触れながら減らしていくって感じで、本当にこのラウドラの減速の理解度が本当に重要でしたね。ここも苦しいんですけど、まあ、唯一の救いはビシュナが展開するヒーリングオールの回復量が多いっていう。まあ、マップ移動時の回復がないんで、その影響ですけども、すごい安心感ありましたね。で、ステさんからシバが登場して、こっからずっと最後までいるんですけども、まあ、芝に関しては減速するだけじゃなくて、まあ、さらに弱点を地雷で殴る必要ありまして、で、しかも弱点が内部あるんですよね。だから2個以上追ってないといけないっていう、まあ、これも結構厳しいところで、まあ、ルートは限られてきますし、でもボス戦も芝の削り方今言ったように一緒なんですけども、まあ、その前に雑魚処理ですね。ボス1は、
イージョコンボで所持するアグニとビシュヌを倒して HP 管理をする。でボスにはカーマが一直線並んでるんでこれを処理する。で右上のクリシュナで回復をする。でラスゲーその総復習ですね、その今言ったやつ全部するっていう感じで、まあ壊れも厳しいとこっすよ。でボス削りやっぱラスゲー飛び抜けてますね、さすがに地雷もそんな多くないですし、で弱点変わらずない分あるんで、よりその正確性が問われますね。まあ最後の止まる瞬間に貫く感じですからね、もう弱点をそうでもしないと。でこれはボス2でゲージをちょっとの飛ばしておきたいっていう、僕も結構勝った時はボス2で一気に削ったんで、ラスゲは真っ向勝負したら結構厳しかったですね。で結構重要なのがラウダロの SS でして、まあ、これでカーマの処理ができたり、で確率絡んできますけども、ボスへのデバフ、まあ、攻撃ダウン、防御ダウンもあって、でしかも麻痺もあるんですよ。で麻痺ったら即死回避できるんで、結構これがね重要なんですよ。だからその SS を貯めたり、運極モードとか期待すると、大チャンスとなっております。といった感じでクエストの配置とかそうなんですけども、アマテラスの貫通バージョンみたいな感じになってまして、まあ、より PS が問われるクエストとなっております。まあ、なんて言えばいいんですかね、そのごまかしが効かないというか、ワンチャンがないですからね。ただそれなんでルートを確立できるんですよ。だから何回も負けてルートを作っていくっていうのが結構楽しかったですね。でそれで入れ版のような理不尽感もないですし、でハートも湧かないみたいな運要素もないんで、ラウダラ4の攻略は本当今存在するクエストで一番自分の実力がわかると言いますか、まあ、完全なる実力ゲーかなと思いましたね。というか2位でした。そして堂々第1位新伊達政宗、まあ、イシスは異端児でしたから、こっちは問題児ですかね。まず、あ、鉄製キャラに関しては問題はないですね。しかも仕事がなかった2体なんで、ここで使えるってなったのは嬉しかったですし、でビーラは火力方面で、ビナーは回復方面でしたけども、まあ、ビーラ多めが結構無難でしたね。でまあ肝心のクエスト内容なんですけども、まずまあきついのがキューブ状態と混乱の極悪セットですね。これでまあ状態上回復失敗すると混乱で大事故繋がるんで、まあそれで一気に負けるって可能性はずっとありますし、怖い点で言うとビーランのゲージ外し、まあこれはアイテム使えばいいですけども、まあ混乱重複みたいな、味方重なってると混乱一瞬食らって、全員混乱すると終わりですからね。それで理不尽極まりないこともあって、これは怖い。で、2面ですね。これ1人しかいないんですけども、とにかく片すぎる伊達政宗でして、味方3フレしてから弱点殴るっていうのが欲しいんですよ。で、しかも味方2フレ弱点殴るよりも、3フレした方がいいんですよね。だから本当に3フレお祈りショット、とりあえず3フレして、なんとか殴れっていう打ち方もね、これ合ってるんですよね。それもちょっと運要素絡んでますし、キューブ状態なんで、弱点隠されるともうどうしようもないですね。で3面から最終面までは全て雑魚処理から始まりまして、時間殴りで倒す侍、友情こもり倒すドラゴンでいいんですかね。で毎ターン伝染切り打ってくる玉って感じで、まあ、ちょっとでもほんともたつくと火ダメがきついですし、でボスの削りターンも減っていくんで、まあ、これも円滑に行いたいんですけども、配置によっては雑魚が殴れないと。でまあもちろんボスの削りも至難の技となっておりますと。特に厳しいのはやっぱボス2ですかね。まあ、あとラスゲーも入るか、減速壁あるんですけども、これがまあ敵にも味方にもなって3フレして一気に殴ろうとしたのにあれ止まっちゃうこともあれば、まあ、逆にあそこ置いとけば3フレしやすくなるんで、まあ、その使い分けが重要でしたね。でボスに関してはやっぱ反射なんで、これ入れ番しちゃうってのは怖いんですよ。でラスゲー月種変化するんで、最後貫通になって弱点殴る方式に一気に変わるんで、まあ、ここはまあしっかり入れ番もないんで、ボス2の削りが一番難しいじゃないかなと思ってますね。でもこんだけね、いろいろ詰まってるんですけど、さらに怖いところというと全ステージ共通で火ダメがすごい厳しいんで、まあ、ハートにちょっとでも嫌われるとそのままゲームオーバーってのは苦しいなと思いますね。ハート運ってのもありますから、いやめちゃその3フレルート考えるとか配置するみたいな技術感にあるんですけども、まあ、どんなにうまくいってもちょっとでも運が悪いとそれから崩壊しますからね。ハートが出ない、味方重なってるとか、あと入れ番するとかでするとね、本当に一気に負けるんで安定感がないですし、でしかもその PS 色が強いアマテラスの後だったんで、余計その運要素が浮き彫りになって感じになったかなと思いましたね。なんかいろいろと必要なクエストだなと思いました。一応おめでとうございます。はい、というわけで個人的ランキングでした。その中でこの動画あくまでも個人的意見入ってると思うんで、コメントなんか皆さんの意見はどんどん書いてください。このクエスト難しかったよねとか、まあ、苦しさとか書いていただけると助かります。あとついでチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで毎日もそう動画投稿してるんで、よかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。超さようなら。